名古屋市立天神山中学校は愛知県名古屋市西区天神山町にある名古屋市立中学校。1947年4月1日、新学生の成立に伴い名古屋市立天神山中学校として創立された。高知は当時名古屋市立第二商業高等学校と称していた名古屋市立清涼高等学校の一部に設定され、旧武道場の建物と戦時中には、 弊社として流用されていた校舎を曲がりし、授業を行ったという。しかし、この名古屋市立天神山中学校は、翌年9月30日をもって廃校となり、翌日上新中学校とともに、名古屋市立西清中学校として統合されることとなった。名称は、上新の西に位置することによるという。旧上新中学校の高地に置かれた西清中学校は、 生徒数は3000人に迫り、職員数は90人という巨大中学校となった。愛知県小中学校市は、教育以前の規定学校と評している。この状況は長くは持たず、1950年3月1日という、西清志中学校第一回卒業式を目前とした時期に、上進中とはたもとを分かち、再び、名古屋市立天神山中学校が設置されることとなった。 コーチは一時名古屋市小玉倉庫に移った。同年11月には、現在のコーチに独立校舎が竣工し、名実ともに独立を果たした。2018年度現在、以下の委員会で、それぞれ活動している。2018年度現在、以下の部で、それぞれ活動している。運動部分科部、愛知県小中学校市によると、生徒数の変遷は、以下の通りである。 ありがとうございます。